こんにちは、高橋優です。なんと今リゾートに来てます。今回は子供たちもヒロ君とヒロ君のお母さんにお願いして、お姉ちゃんと一緒にフィリピンのボラカイ、そしてマイヤーに行きます。今回はもうそんなもう羽を伸ばして、そしてフィリピンの魅力を知ろうっていう旅になっているので、皆さんぜひ楽しんでいってください。それではどうぞ。ゆうちゃんねら、今回泊まるところをルームツアーするね。私の部屋、33歳だから33番。わー、今回はフィリピンボラカイにあるシャングリラリゾートに滞在します。ここ一人で寝るの。ジャグジーがあるよ。どうなってるのこのお部屋。ロックのところも一度も来たい。一緒に来たかったね。そこにウェルカムマンゴーとウェルカムドライフルーツがあるよ。ツリーハウスで、そしてこのリビングの部屋を出て階段を降りるの。ここに見て、ここがベッドルームです。わー、ナイスビュー。信じられない。本当に羽を伸ばさせてもらいます。そして、うわー、お風呂。すごいリゾートだよ。ザリゾート。本当にすごい。ここ絶対家族と来る。お手紙。Dear Miss Takahashi, Mabuhay and a warm welcome to Shangri-La Boracay. いいのか。こんなにゆっくりしてていいのか私。こんなにまったりして大丈夫。いいんだいいんだい。マンゴーマルヤ。綺麗すぎる。夢の世界にいるみたい。わー、こんにちは。こんにちは。気持ちいい。うわ、綺麗。キラキラ。イエーイ。やーべ、ほんまに何これ。ボラカイ、最高。広い。いいね。素敵やな。どっちがいい？ちょっと買ってみようか。多分これココナッツだけやろ。うん。
可愛いお店。フードママ。No mango. No mango. Thank you. おー、かわいい。なんか3つ。なんか、なんで？誰？誰が見えたかな？誰か見えた？かわいいね。これココナッツの殻に入ってて。じゃあいただきます。はい。ココナッツアイスクリーム。ビーガンアイスクリーム。ビーガンアイスクリーム。これ、ディターガマグッドでパラコタップ。おいしい？ So good. おいしい。マサラ。マサラ。あーすごい。ココナッツのこの繊維まで入ってる。ね。いただきます。うま。めっちゃおいしいよな。濃厚。な。想像してたココナッツより、うん、本当のナチュラルなココナッツの味がする。そう。100% ココナッツ。これ全然いいな。見た目もキュート。これから。あそこにあるパラウっていう船に乗って夕日を見に行くよ。イエーイ。すごい。もう大人ならではだね。うわー早いよ。ちょっと早くてビビってるけど夕日はめっちゃ綺麗。やばいんやけど。デートスリリング。端っこの人確かに怖いかもね。あっちでーす。おおおすごい。この景色。これからディナーです。めっちゃ最高。雰囲気しかない。そして寝室にメッセージ。 May the Lord protect and keep you warm, safe throughout the night. わあ、ロマンチック。神様が見守ってくれてる。おはようございます。フィリピン2日目の朝。今日は朝起きて、綺麗すぎる絶景の目の前でゆっくりと瞑想というか自分と向き合う時間を作ってました。目を閉じてさ、ゆっくり過ごして時間しばらくして終わって、目を開けた先の景色にもうほんまに感動して泣きそうになった。すっごい綺麗。こういう時間を作れるっていうのもやっぱりこう大人の旅ならではやなっていう感じ。もちろん子供たちと過ごすのは本当に本当に幸せなんだけど、それとはまた別にこういう時間もすごく特別で幸せだなって思って今朝を過ごした。昨日の夜にジェイセイとリンジュとテレビ電話したけど、ジェイセイがゆうちゃんどこ行ってたのって言ってきて、今日ねボート乗ってたんだよって言ったら、ジェイセイも乗りたい、今度一緒に行こうって言ってくれたから、絶対に行こうねって、絶対に行きたい、連れて行くからっていう風に約束した。ヒロ君にも絶対に一緒に行こうっていう風に誘った。今回はこうやって羽を伸ばしに来させてもらってるけど、どこ行ってもどんなアクティビティをしても何を食べても、部屋に来た時もそうやし、何をするにも、あーヒロ君と一緒に来たいなとか、子供たちこんな反応するだろうなとか、喜ぶだろうなって、本当に家族のことを頭から離れないし、本当に会いたくなるんだけど、そういう風に家族に会いたいなって思わせてくれるのも旅のいいところだなっていう風に思う。まだ今日と明日とフィリピンを楽しませてもらうから、充実した一日にしたいと思います。素敵な一日を過ごすな。半端な。でもこんなもの離れない。こんな一日もこれからダイビング潜ります。Oh, my God.
お部屋まではバギーでこの長い道を登っていくんねんけど、あえて歩いている、まあ、運動したいっていうのもちょっとあるし、ね、あとは気持ちいい、こうやって風感じて太陽感じてこんなにゆっくり歩くこともなかなかできない、できないっていうか、この旅ならではだから、ちょっと味わって楽しんで、今度絶対家族も連れてきたい、一緒に行きたい。これはやばいね。ランチタイム。Beautiful ocean and あと MJ。これも手で食べる。フィリピンスタイル。マサラ。麺を手っていうのはかなり新鮮ね、麺を手で食べるって。うん、初めて。あるよ。海にダイブ。なんじゃこりゃ。 How beautiful。 ジムに来ました。ちょっとトレーニングした。その後スパに行きます。これからスパです。すごい建物。これも大人の極上時間だね。来てきたね。グーわー。これからフィリピンの伝統的なヒロットっていうマッサージを、本当に贅沢すぎていいんですかね。ダメだよね。着替えたので大人の極上時間に行ってきます。絶対日本買ったら頑張りたい。いろいろ行きます。最高や。雪だけをどうぞ。とんでもない。マンディに頼まれちゃった。おはようございます。あっという間に今日帰る日になっちゃった。今日はもうこの後はボラ会を出てマニラに戻って、マニラでちょっとショッピングだったりとか、1月に子供たちとも行ったグリーンベルト、マカティのエリアを散策して、夜飛行機に乗って子供たちに会います。昨日はダイビングもできて、その後にフィリピンの伝統的なマッサージ、ヒロットマッサージっていうマッサージも受けさせてもらって、その後はまたボラ海はほんまに夕日がめちゃくちゃ綺麗みたいで、昨日もとっても綺麗な夕日を眺めながらディナーをいただいて、お姉ちゃんとも乾杯して、ほんで気持ちの良い眠りにつき、今日の朝になった。朝の景色、ここベッドで起きたらこの景色が広がってる。すごく気持ちいい。本当久しぶりに一人でがっつり寝たし、一人で起きて静寂な感じ、もちろん静寂という幸せもありつつ、やっぱり子供たちに会いたいっていうのが一番にある。早く会いたいって。だから本当にボラ海初めて来て、とっても素敵な島に出会えて、素晴らしい経験させてもらって、めちゃくちゃゆっくりさせてもらって、とっても幸せやったと同時に、会いたいな、ここに先生がいたらすっごく大はしゃぎしてるやろうなとか、臨時ここで石拾いを集めるやろうなとか、そんなことばっかり考えちゃうね。今回はほんまに、それこそダイビングとかマッサージとかもそうやし、初日に過ごしたボートに乗って夕日を沖まで出てみるっていうのとかも、船の形形状的にもやっぱ子供たちはね、まだ乗れなかったりとかするから、大人だからこそ経験できるっていうのを今回は満喫できて、ほんまに幸せ。やっぱり世界にはこんなに素敵な場所がいっぱいあるんやと思ったし、旅ならではでそこで出会う人、会話をしたりとか、たどたどしい英語でもこうアイコンタクトで笑顔ができたりとか、それでもすっごい楽しかった。お土産話もしっかり持って帰って、子供たちに早く会ってたくさんお話ししたいなって思う。ヒロ君とも昨日も電話したけど、やっぱりヒロ君一緒に行こうよっていう風に伝えて、家族でも来たいなっていう風に思いました。私が前に新しいお家でご飯を食べながら、優先順位って2つあってもいいんじゃないかっていうことを言ったのよね。子供がいるから、それもとても幸せな優先なんやけど、自分の気持ちだったりとか自分のリフレッシュとかも
優先する、自分の海の人間としてやりたいことにもトライしてみるっていうのもすごく、もっと自分のこと好きになるし、もっと子供たちにも会いたくなるし、こういう楽しんでる姿も子供たちに見ていってほしいなっていうふうに思うし、私の YouTube 見てくれてる方はママが多いと思うけど、家族の協力も必要だけど、自由な時間を過ごさせてもらうっていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに思った。今回は本当に行ってきなよって言ってくれたヒロ君にとっても感謝だし、それをね受け入れてくれた息子たちにも感謝だし、ヒロ君のお母さんが子供たちの面倒を見に来てくれたのね、泊まりがけで面倒を見てくれてるから、本当にそれにも本当に本当に感謝だ。ヒロ君のお父さんもお仕事しながら送り迎えも行ってくれたし、本当に感謝で、子供たちにとってもおじいちゃんおばあちゃんとの時間もできて、今日はおばあちゃんと寝たいって言っておばあちゃんと一緒に寝たりとかしたみたいで、そういう経験もまあ良かったんじゃないかなっていうふうに思う。周りのみんなに感謝、こういう経験させてくれた家族に感謝だし、行こうよってこういう機会をくれたお姉ちゃんにも本当に感謝だし、今回は一緒に仲のいいフィリピンの観光省の方たちと来たけど、その方にも本当に感謝だし、素敵な旅になりました。日本に帰ったらもうほんと子供たちに早くギューって抱きしめて、また楽しい日々を送りたいなっていうふうに思う限りです。ということで今回は子供たちとは離れて完全にリフレッシュ優雅な旅を過ごしてみました。いかがでしたか？この動画良かったよって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムもやってるので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。